気球、接待レード、黒谷友香がゲストに、危険人物に割り出された理由は、ピアノは脳の働きを良くする、又吉直樹、初挑戦でメロディースラスラ、徳川家康遠の、宝か、開運、何でも鑑定団、嵐、灰場まさき、男子チアチームから熱い声援受け奮闘。茅野剛、沢尻エリカはカリスマ感あり、ハゲタカ、で3度目の共演。